はい、バーンシュッ。さあ、皆様、お久しぶりでございます。待っていてくれましたか？待っていたよね、もちろん。みんなに会いたかったよ。さあ、髪の毛が若干伸びてきましたね。もう4週間ぐらいが経ちましたもんね。4週間やな、1ヶ月ぐらいが。今回、ボンシュールは、10月13日に行われました、ケアマネージャーの試験を受けてまいりました。その試験を受けるために YouTube 活動を一旦休止しておりました。でね、やっぱりね、難しかったわ。昨年と見比べると、今回の方がまだね、わかりやすい問題が多かったかなとは思ったんですが、そうなってくると合格のラインが上がっちゃうので、ボンシュールがそこで合格できるのって言ったら、これはもうわかりません。でね、10月13日、皆さんもね、よくご存知の方もいるかと思いますが、台風が来ていたんですよね。で、ボンシュールが住んでいた場所は、ちょっとね、それたことによって、普通通り実施されました。で、こちらの試験は、都道府県単位の試験になるので、都道府県によってルールがね、変わってくるんですよ。で、ボンシュールのところは、13日普通に行います。ただ、違うところでは、5時間遅らせて試験をしますっていうところもあったんです。なので、いつもね、試験を終わると、問題用紙を持って帰れるんですが、今回は持って帰ることができませんでした。というのは、その5時間以内にその問題が流出してしまうと、えらいことですもんね。全部全国統一で同じ問題をするので、都道府県単位と言いながら、問題は1個しかないんです。で、そこで問題になってくるのが、東京と、あと12のね、県がですね、中止になったんですよ。で、まあ、中止になって、じゃあ再試験がいつするのっていうのがまだ決まってないんですが、これはやっぱ再試験をしないことには皆さん納得できないので、必ずするとは思います。都道府県ごとでね、受験料もね、違うんですよ。で、福井の方は良心的でね、6000円なんぼだ、700円かそれぐらいなんですが、千葉の方はね、1万4000円ぐらいするんですよ。受験料だけでね、この金額のばらつきがあるってね、なんかそこぐらいは統一しといた方がいいんじゃないのって思いながらも、こんだけばらつきがございます。でですね、2年前まではね、受験者数が多かったんですが、10万人とかを超えてましたかね。それが昨年からは4万人ぐらいに減ったんです。で、なんでそんな減ったかっていうと、ちょっと受験資格のハードルがね、上がったので、今まで受けれてた人が、その基準では受けれなくなった人たちがたくさん出てきたので、4万人ぐらいの方になってしまったというふうなことで、まあね、その実施する期間としましても、お金をね、少しでもやっぱりね、こう収益をね、得ないといけないということで、金額をやっぱ上げてるところが多いのかなという印象ですね。去年、言ってました。10% なんだ、ハードルというかね、合格率が 10%。ボンシュールがそのね、10%、10人に1人ですよ。ちょっと、勉強する時間短すぎないっていう話なんですが、五分、本当にね、五分かな。全く、もう受かりません！もう無理です、絶対無理ですっていうわけでもないけども、もうちょっとなんか、分かって解けたら、確実やなっていうところなんですが、あとはちょっとね、もう神頼み、もうお願いしますということでね。で、こちらね、もし受かってた、落ちてたと言っても、皆様にきっちりとご報告しようと思いますので、今回はね、ボンシュールがちゃんと戻ってきたよというご報告になります。そしてちょっとね、試験が終わってから羽を伸ばすのに岡山の方に行ってきました。日本一の駄菓子屋があるというのを聞いたので行ってまいりましたので、そちらの動画はまた後日アップしたいと思いますので、皆さんお楽しみにお待ちください。さあ、それでは皆様、ボンシュールを待っていてくれましたか？グッドボンシュール、バッドボンシュール、くー、久しぶりに言った。はい、ボンシュール。さあ、皆様、お久しぶりでございます。待っていてくれましたか？待っててね、もちろんみんなに会いたかったよ。